君の花をみんなのブーケを武道館のステージに飾る。その日まで僕たちは目指し走り続け届け続ける。みんなに歌の魔法を。僕たちにみんなのブーケを。ブルーミングマジック。昔昔あるところに自由奔放な旦那様と真面目なパートナーがおりました。ある日2人は突発的に山にキャンプへ出かけると川を見つけ、そこでパシャパシャとイチャついておりましたところ、上流から見たこともないほどに大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。あの大きな桃は一体。面白いね。ゆず持ち帰ろう。え？2人がその桃を抱えて持ち帰ると、中から長身イケメンが現れたのです。商売上手の旦那様は彼を桃から生まれた桃太郎と命名し、隣町へ宣伝。数年後にはこの村は聖地に。そして関連グッズやブロマイドが飛び売れるほどの人気となりました。桃太郎、今度歌を出すのはどうだろう。お前の歌はきっとみんなに力を与えられると思う。歌ですか。歌うことは好きなのでやってみたいです。よかった。きっと村のみんなも喜ぶよ。そういえば、最近村の皆さんが鬼について話すのをよく聞きますね。鬼？ああ、鬼ヶ島の鬼でしょ？なんだか大変らしいね。まさか、鬼が近くにいるんですか？ええ、ここから少し離れた島に住んでいるようですよ。それで…それはいけない。村のみんなを守るためにも、俺が何とかしなければ。え？いやでも桃太郎。まあまあ好きにさせよ。しかし桃太郎、鬼退治にでも行くのかな。はい、この村を守るのが俺の役目ですから。だったらこれを持っていくといい。きび団子ですか。ゆず特製のね。もし道中で仲間に出会ったら渡してごらん。きっと手助けになってくれる。わかりました。ありがとうございます。はあ、気をつけてくださいね。さて、鬼ヶ島か。どんな凶悪な鬼がいるかわからないが、俺のすべてをかけて戦おう。わーん。お、誰かが泣いているな。あれは犬だろうか。どうかしたか。へーん、転んでおやつの骨骨クッキー落としちゃったよ。そうだったのか。怪我はしていないか。おやつの代わりになるかはわからないが、このきび団子をやろう。あ、いいの？ありがとう。ところで見ない顔だけど、俺は桃太郎だ。これから鬼退治に行く途中でな。鬼退治？向こうの島に鬼が出ると噂で聞いてな。それは大変。最近の鬼って人間食べたりするんでしょ？上限だったらどうしよう。何を言ってるかわからないが、もしよければ俺についてきてほしい。一人よりも二人の方が心強いからな。もちろん。こんな美味しいきび団子もらったらついていくしかないよね。鬼が出てもワンパンチで退治するよ。お供させてもらうね、ワンワン。よろしく頼む。あ、お猿さん見っけ。あー、腹減った。空腹ならこれを食べるといい。きび団子？いいんすか？ああ、もちろんだ。あ、うめえ。こんなうまいきび団子食べたことないっすよ。それはよかった。ねえねえ、お猿さんも一緒に鬼退治しない？え？鬼退治？鬼ヶ島に住む鬼を倒しに行く途中なんだ。仲間は多い方がいい。お前も一緒にどうだ？キー！きび団子のお礼にお供しますよ。つっても、俺何もできねえけど。お前みたいな元気なやつはいてくれるだけで元気が出そうだ。うんうん、よろしくね、お猿さん。おい！お、あそこにすげえ綺麗なキジがいる。本当だ。空飛べる仲間がいたら強くない？お供にしちゃおうよ。
お前そんな簡単に。大丈夫だって、このきびだんごがあればみんな言うこと聞いちゃうよ。確かに超うめえもんな。すみません、どこか怪我でも？あ、いえ、少し休んでいただけですよ。うわー、羽とか近くで見ると本当に綺麗だな。ねえねえ、美しいキジさん、僕たちと一緒に鬼ヶ島行かない？鬼ヶ島ですか？ああ、俺は桃太郎、鬼を倒すために鬼ヶ島に向かっているんだ。相手がどんな鬼かわからないが、空を飛べるお前がいてくれると心強い。仲間になってくれたら桃太郎さんがきびだんごくれるってよ。ああ、いえ、僕は遠慮しておきます。戦いには不向きだと思うので。そうか。なんでなんで、このきびだんご世界一美味しいよ。これ逃すなんてもったいねえって。うん、甘いものは苦手なので。一回食べてみてよ。もう僕これ食べたら鬼退治なんて楽勝って思っちゃったんだから。そうそう、それに4人もいりゃ鬼だってイチコロだって。とにかく食ってみろよ。いえ、僕は。はい、キジさんどうぞ。まだまだあるらしいから、気に入ったら何個でも食えるぜ。ほらほら、遠慮しないでさ。ほらほら。うるせえな。え？ワンワン、キーキー、耳に響くんだよ、騒がしい。いらねえって言ってんのがわかんねえの？なんでこの俺が鬼退治なんて面倒なことしなきゃいけねえんだよ。誰？さっきのキジさんと同じ人？それは残念だな。仕方ない。まあここで出会えたのも何かの縁だ。このきびだんごをやろう。桃太郎さんはこの方たちと鬼退治？そうだぞ、頼もしいだろう。やはり私もお供しますね。いいのか？ええ、これも出会った縁なのでしょう。そうだな、ありがとう。どういうことだ？やっぱりきびだんご食べたかったんじゃない？受け取ってたし。なんだよ、素直じゃねえやつだな。ちげえよ。鬼退治のお供が騒がしいだけの2匹じゃ無理に決まってんだろう。あの桃太郎に同情しただけ。ひどくない？僕だってやるときはやるんだからね。そうだぞ、バカにすんなよな。うるさ。ここが鬼ヶ島か。なんつうか想像と違うよな。もっと怖いドロドロした島だと思ったんだけど。随分メルヘンですね。いや、まだ油断できない。もしかしたら恐ろしい鬼がこの奥に。あ、いらっしゃいませ。こんにちは、観光の方ですか？すみません、今日は定休日で。定休日？というか、その角、もしかしてお前たちが鬼か？はい。どういうことだ？定休日というのは一体？最近リニューアルしてメルヘンな感じにしてみたんですけど、そしたら超バズってるみたいで、俺たちも写真撮られちゃったりなんかして。この島は島全体がテーマパークのようになっていて、お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでお楽しみいただけるんですよ。なんだか照れくさいんですけど、皆さんが喜んでくれるならいいかなって。僕たちで島の開発を進めているんです。もしや桃太郎さんのおっしゃっていた村の方たちが話題にしていたのは？鬼に襲われたわけではなく、映えスポットとしての話だったようだな。なんだよそれ。そういうことだったんですね。勘違いしているようだったから、実際に見て驚いてもらおうと思ってね。鬼くんたちずいぶん可愛いって噂だけど、実際はどう？
ええ、可愛らしいと思います。そうか、じゃあ次は桃太郎と鬼くんのコラボイベントでも考えようかな。そのままスカウトしてきてくれる？君たちは一緒に売り出した方が良さそうだ。じゃあよろしく頼むよ。え、あ、ちょっと切れてしまった。あの、何かありましたか？ああ、いや、何でもない。すまないが、今度俺の村に来てくれないだろうか。え？噂の可愛い鬼たちに会いたいと言っている人がいてな。そんな、可愛いだなんて大げさです。角があるのが珍しいだけですよ。そんなことはないぞ。俺も一目見て可愛いと思ってしまった。目の前の鬼が悪い鬼じゃなくてよかった。え？退治しろと言われてもできなさそうだからな。桃太郎さん。ああ、これめでたしめでたしってやつじゃない？お前よかったよな。こんなうまいきびだんご食べれるわけだしさ。のんきなやつ。はあ？ほらほら怒んないの、お猿さん。きびだんごはーん。いきなり。好きなんだろ？俺のもやる。ダメじゃん、お猿さん。ちゃんと僕の最後までごっくんしてくれないと。こっちもこぼさないでくださいね。ほら、口を大きく開けて。うきぃ、俺でいかがわしい遊びすんな。これは面白いおもちゃゲット。今つぶしにもなんねえけどな。こうして桃太郎とそのお友達、そして鬼たちは仲良くなり、グループとして売り出されることになりましたとさ。めでたしめでたし。どこがだよ。